EMG はアメリカの楽器用ピックアップメーカーである。エレクトロ・マグネティック・ジェネレーターの頭文字が由来。会社の正式名称は EMG ・インク。1976年にダーティワーク・スタジオとしてギター用のピックアップの製造を開始。1978年にブランド名をオーバーレンドに変更。1983年に再びブランド名を変更して、 EMG とした。EMG のピックアップ EMG のピックアップの多くは磁力の弱いマグネットと巻き数の少ないコイルで原振動を検知した後、その微弱な出力をプリアンプで増幅するいわゆるアクティブピックアップである。エレキギターやエレキベース用のプリアンプの中にはバルトリーニなどのようにコイルやマグネットとは別体になっているものもあるが、 EMG の場合はコイル及びマグネットと同じケースの中に封入されている。同社の製品は通常のパッシブピックアップよりも高出力でありながら出力インピーダンスが低いという特徴を持ち外来ノイズに極めて強くサスティンも良い。それらの特徴からエフェクトの機器が良好で音像の明瞭度が高いがジャンルによってはそれが好まれない場合もある。 EMG はプリア,アンプを封入しないピックアップも製造している。EMG は7弦ギター用のアクティブピックアップ EMG707 も製造している。この製品はフィアファクトリーの D のカザレスとの共同開発によるもので同製品の売上げの数パーセントは D のに支払われている。エンドース契約を結んでいる主なアーティストはトム・モレロやデビット・ギルモア、 スティーブルカサー、プリンス、D のカザレス、メタリカ、スレイヤー、フィアファクトリー、スリップノット、デスクレープール、アレキシライホ、ザックワイルドなどである。ありがとうございます。